車を走行中、突然目の前をウリ坊が横断しました。その場所は急カーブで先が全く見通せないところです。1年ほど前にもその場所でイノシシと遭遇しました。その場所は獣道になっているようです。もっと見通しの良い場所に獣道を作ると良いと思いますが、人間とイノシシの考え方の違いでしょうか。左に大きく急カーブしている場所が獣道となっています。カーブでスピードダウンをしているので事故にはならなかったが大変危険です。